ってる？オメガレイとオメガリオです。阪神野田駅から徒歩1分、プログラボー野田阪神だ。おい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 、プログラボって何ですか？ロボットプログラミング教室です。あーなるほど、はい、ロボットが作れちゃうんですか？そう、今日はね、うん、ここでロボットを作るんですよ。いや楽しそう。やばいやばいやばい、楽しそうだね、うん、それじゃあ、はい、行きましょう。行きましょう。こちらの先生に教えてもらいまして、はい、ビギナーローバーをね、ビギナーローバー作ってもらいましょう。はい、先生お願いします。先生、プログラム野田阪神室長辻野です。よろしくお願いします。明日の名前言い忘れた太一です。太一だ。先生キャラ強いんだけど、なんか何なんかキャラすごい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、ロボットの作り方と、はい、それからプログラミングを教えていきたいと思います。やったすごいね。なんかこの教室はなんかモットーがあるんだっけ？あります。なんですか？楽しみながら学ぼうと、たくさん失敗しよう、うん、それから好きなことを見つけようっていう3つのモットーでやってます。めちゃくちゃいい、モットー。めちゃくちゃいい。タイチ、ふう、いいね。伸びしてしないで、うん、いいね。先生って言ってもタイチ、タイチはプログラミングが好きなんですか？そうでしょ。学生時代からめっちゃプログラミングしてて、でなんかもう趣味でちょっとアプリとかも作ったりしてて、うんうんうん、すごっ、すっごい好きなんですよ。今日はね、ビギナーローバーっていうちょっとね、うん、車を作ってもらって、車だ。その後、はい、その車に手をつけてもらって、ちょっとゲームをしてもらいたいなと思ってます。なるほど、面白そう。なるほど、面白そう。面白そう。面白そう。手をつけて、あ、まあ、具体的に何するんだろう。何するの？手で。ボールを投げるんですね。え、そのロボットの手で？はい。そんなことができんの？できます。なるほどですね。今日はですね、何度も失敗しながら、はい、ロボット作りだったりプログラミングをすごい楽しんで、やってもらったらいいなって思ってます。わかりました。分かりました。何回も失敗することが大事なんですね。なるほどね、はい、リオちゃんには負ける気がしないですね。いや、私もレイちゃんには負ける気がしないですね。リオプロなんで。え、はい、それでは、はい、作っていきましょう。いきましょう。タブレットいただきました。いただきましたけど、何これ？タブレットの中に実は今日作るロボットのね、うん、基礎となるロボットの組み立て図が入っています、うん、なるほど。ボタンを押してもらえると、はい、ビギナーローバーっていうロボットの組み立て図が出てきます。タブレットだけじゃ全然組み立てできないので、キットをね、開けてもらいます。はい、さんの机の上に黄色い箱が置いてありますね。うわ、なんかレゴみたいなね。すごい。さっきの組み立て図を見ながら、はい、ぜひパーツ探して作ってみてください。なるほどね。難しいよ。これまず大元からってこと？そうですね。なるほど。まずはモーターですね。あ、モーターか、はい、これじゃない？これかな？これでしょう。これです。分かれてるからさ、分かりやすいね。分かりやすいんだけど、次のページ行く。私が先に。えい。ね、早い。ちょっと待って。 あれこれかも。こちらですね、次は。ねえねえ、これ長いのと短いのあるからね。ちなみに大丈夫だよ。こっちの、こっちだけ。え、これ、あ、ぶっ壊そう。あぶち壊しそう、これ。うん。あ、ちょっと待って、何、向きが間違えてました。ねえ、ちゃんとさ、見なよ。はい、よくありがちなんで、注意してください。くそー、下手くそ。また黒いやつ必要です。知ってますけど、さっき見たから、そのページ。やばい、楽しい、めっちゃ。楽しいね、めっちゃ。ほんとこれかな。え、うん、真ん中。あー、抜けない。うん、実はそれ長さがありまして、ええ、これじゃない、はい、タブレット見ていただいて、多分7とか8とか、すごい長さ書いてると思うんですけれども、ブロックの穴が7個分とか8個分。なるほど、なるほどね。ちょっと短いやつだ。完全にこれ、なんと8個だ。これ1、2、3、4、5、6、7、8です。これでした。それです。これなんて繊細なさ、繊細なアイテムなんだろう。なくしちゃいそうだよね、これ。これ向きあるよ。入れるところに合わせればいいんだよ、これは。向きあるよ。向きとかないよ、これ。向きないです。嘘でした。うわ、難しい。やばい、次難しいの来たよ。パーツがね、多いんだよ、ほら、次のページ。パーツ多すぎ、パーツ多すぎ。難易度高いターン来ました。全部揃えとけばいいんじゃない、先に。そうで、私もう刺す。どっちが正しいかは、わからないね。やばい、わからない。これなんだ？こっちにこれは。分かっちゃった。もう太一、私さ、うまいわ。いいじゃないですか、素晴らしい。私うまい。僕以外のプロ初めて見ました。うそ、はい、ちょっとちょっとプロなんだった。リオちゃん調子乗るから、ちょっと待って、ちゃんと説明書通りにやろう。え、そうでしょ。やってるよね、さっきから。ちゃんと説明書通りにやんないといけない。できました。リオちゃんより早く。白いの見せて。白いの、はい、うん、持ってるわ。お、タイヤだ。なになになに、タイヤ。ねえ、先に言わないで。次のタイヤだよ、リオちゃん。ねえ、言わないで先に。あ、
穴ぼこに入れるのが難しいよ。次はね、タイチ難しいよこれ。あ、できた。またですか。できたわ、うん、重い重い。これは基盤なのでは。ねえねえ、静かにして工程違うんだから。来たよ。遅っ。今からタイヤなの。遅っ。来たよ。遅っ。これはなんかボタンになってますね。スイッチかな。あ、やっぱこれはここに。それモーター。モーターこっちだよ。最後は、うん、このロボットの本体つけてもらったんですけれども、うんうんうん、モーターとロボットの本体線つながないといけないので、はい、確かに6個ね、刺すところがあると思うんですけれども、はい、うんうん、その A というところに刺してください。はい、こう。はい、それで大丈夫です。はい、ちょっとなんか違うみたいな感じ出してたじゃん今。楽しいな、これは。幼稚園の年長さんから、これを作ったりして楽しんでもらってます。すごい、はい、そして、え、待って、完成。イエーイ、やった やった、完成だ。これで私のビギナーローバーの方がかっこいいね。いや、同じなんだけど。今からはですね、ちょっとプログラムを作ってもらいたいなって思います。はい、はい、プログラムがスタートした時っていうね、うん、ブロックが置かれてます。これってます、はい、はい、この横にあるブロックをポンポンポンといっぱいつなげていくだけで一つのプログラムが完成します。素晴らしい。 A を、はいはいはい、ね、なんか右の方向に一回転回すっていうプログラム。すごい、ぴょこってなりますね。ほよんとね、うん、はい、前に行くプログラムは完成です。なので右下の方に再生ボタンみたいな三角のマークがあると思うんですけれども、そこを押すと動きます。せーの、スタート。え、すごい先生。先生、あんた本当に A についてんの？ A についてないよ。走れんのに。あんたが F につけてるから。あ、 A につけてって先生は言ってたでしょ。もうそうだよ、先生なんだ、ちゃんと聞こ。あれ、あ、ババ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 バ。うわー、面白いですね。え、面白い。えい、バー。これ回転数がさ指定できるからさ、いっぱい走らせたいならこの数字を上げればモーター何回転分動くみたいな感じ。すごい、マジできますね。すごいんだけど。次の工程にね、はい、進みましょう。何、この子がどう進化していくのか。私の子、ロボットのアームをつけてもらいます。あ、なるほど。今モーターはタイヤを動かすモーターだけなんですね、うんうんうん、確かに確かに、うん、こんな風にですね、モーターをもう一個つけてもらって、なるほど、うん、手を作ってもらいたいなと思います。はい、そんな長いモーターだ。手の組み立て図はないんですよ。ないの、はい、なぜかというと、うん、もう子供の気持ちに、ね、戻った感じで自由にものづくりしてほしいので、はい、ぜひそこで、ね、自由に作ってほしいですよ。わかりました。わかりました。こっちが前だから、だからキックアウトね、ここにしよう。待って、こっちにしよう。なんかいい感じにこの線を、よし、モーターついたぞ。何それ、どうやってそれ。これなんだろう。え、これなんだろうね。すごいじゃん。でも多分こうやってほら、こう、うわ、こうほら、ねえねえ、分かってないね、ロボットのこと。でも、ね、重いよそれ。重さはあるかも、確かに。完全そう、言われてみればそうかもしれない。青色と赤色のブロックがあるから、やったー、飾り付けに。ありがたい、ありがとうございます。めっちゃそれ最高、待ってたそれを。素晴らしい先生。これにしよう。私はこれ。そんな使うんだ。私はこれ。私は4本。私はこれ。そんなに使うの。あ、私はこれと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 これ。私もちょっとだけじゃあ足そう。何、どれかな。それ先に見ちゃダメ、お楽しみだよ。先生見て、ほらこれ調整可能なの、ほら。あ、もう素晴らしいです、そのアイデア。何それ、どうやって考えたの。勝てる気がしてきたぞ。気がしてるだけ。もうつけるとこなくなっちゃった。頑張りね。どういう動きするかね、考えながらやるの面白いね、うん、どういう動きするんだろう、こいつら。これ、こいつはできた。できた。すごい高い。ちゃんと前が見えないと操作できないから、この2人が操縦するの。改めて競技の説明ね、どんなことをするかっていうのを説明したいと思います、はい、うんうん、はい、はい、お願いします。せっかく手つけてもらいましたんで、うん、はい、手のところにですね、はい、ボールを置いて。あ、結構いろんな種類があるんだ、はい、ちっちゃいのもある。そのボールを乗せて、うん、ね、ここの赤色のところがスタート地点です。なるほど、はい、紙コップの前にレゴブロックで作ったブロックの壁があります。壁あるじゃん、はい、はあはあ、このブロックを倒したらアウト。難しい、待って、はい、待った後しっかり手でボールを投げてこちらの紙コップを倒すという、そういう競技になります。動きを確認しながらね、はい、
プログラムで作っていきましょう。わかりました。最初はね、すごい失敗すると思いますけど、うちのモットーたくさん失敗しようので、そうだそうだ、どんどん失敗してください。わかった、わかりました。どんどん失敗していきます。めっちゃいい感じじゃないですか。やばい、うん、面白いね、これ面白い。これってなんだろう。すごい、鳴き声できんの。気づいちゃいましたね。気づいちゃった。音を出すすごい。オメガレイ、いきます。ねえ、やろうとしてたことしないでよ。もちょちょこ発進。あれ、今保存された。ちょっと待って、これで追加すればいいのか。で、こうつけて、こうし1回転はダメですね、はい、投げるぜ、ジャン、うん、おちょちょこ発進。すごい、なんかエコーかかってるね。投げるぜ、あれ弱そうだった今。ちょっと静かにしてくれ、足も取るから。えい、それだけ。あ、それだけなんだ。今なんか鳴ってたね。あ、なるほど。完成。私完成。イエーイ。リオの、うん、こいつの名前は、はい、もうちょちょリオ号です。レイちゃんのこちらのビギナーローバーの名前は、はい、触覚号。え、何笑ってない、今。ごめんなさい、笑っちゃいました。制限時間は2分間。ああ、何回やってもいい。ああ、合計いくつ倒したかの勝負だ。あ、わかったぜ。よーい、スタート。いけ、もちょちょこ発進。いける、これなら投げる。みんな笑わせないで。もちょちょこ発進。いけ、あー、惜しい。え、惜しくないけど、まあ、この人絶対言い分けるじゃん。このボールいいな、一番このボールがいい。いや、いける。本当、今のは飛んでた。大丈夫、本当に。今のちょっと飛んでた。大丈夫、本当に。いける、いける。いや、わかんないよ、そんな変え方。あ、なんで。いや、分かった。5秒前、4、3、2、1。早く、最後だ、最後のチャレンジ。あ、やった。はい、終了です。1個、2個、3個、4個ですね。すごいじゃん。4個も落としたから、すごいですよね、うん、すごいすごいね、はい、よーい、スタート。いっけ。これね、スタートってなの。そう、書いたかな。え、そう、あ、そうだった。やばい。え、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 まあ、あってもいい。あ、ちょっと待ってよ。勝てそうなのにな。早くお願い。やばい、やばい、違う。プログラム変えたんだけどな、今うまく。やばすぎだよ。もう、スタートも全部消して。まあ、早く。いいぞ、それとなって。触覚版の錯覚なくなったじゃん。いけるいけるいける。5秒、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 
やって私勝てなかったんだ。マジやったなんでよ、なんなのお前のせいだよ。いやあんたのせいだよ。いや面白い。この後先生の最強ロボットとも対戦ができるということで。マジでちょっと改良させてもらっていいですかね。はい。うわ何それ、勝てそう。先生のロボット、はい、うわすごい、何それ作っちゃいました。かっこよ。名前何ですか。すごいかっこいい名前なんだろうな。むっちゃすごい手で投げるぞです。むっちゃすごい手で投げるぞ。そのままだ。かっこいい名前だ。めっちゃすごい手だね、それ。めっちゃすごい手じゃん。触覚号は触覚で戦うので、触覚を伸ばして触覚の先にこの手をつけるという。すごい。あんたは変わったの、なんか。うん、まあね、声だけ入れた。性能の差はない。絶対にこれ強いからもう信じてる。さっきと同じように2分決めて。あ、2分で、はい、2分、その1回で決めましょう。わかりました。よーい、スタート。スタート。もちょちょこ発進。なに投げるぜ。はい、ちょっと頑張って。カタカタ言ってんな。カタカタ。あー、何回いけるかだよね。おー、待って、強いよ。
すごい成長すごいね、すごい、素晴らしい、よーい、スタート、はい、スタート、本当だ、いけー、オメガレ行きます、あー、やばい、急げ、あっちのやつ狙っていこうかな、じゃあ、なるほど、来て、ほんとかな、そういう感じ、変なとこ行ってんじゃないの、弱い、お前ならいける、その触覚の力で、おー、大丈夫、信じてるよ、はい、おい、弱い、もっと回転させてみようかな、そうだ、もっと回転させて、やばいって、もっと、はい、そう、君の力ならいけるよ、だって、はい、おー、やった、何個ですか先生、私は、4個、まあ入れてやっても、いいじゃないですか、じゃあ5個で、やったー、よかったな、スタート、めっちゃすごい手で投げるぞ、発進、うわー、発進、え、うわー、えー、えー、ちょっと当てないで、やめて、いやー、やったー、あー、やめてよ、いいなー、めっちゃすごい手で、あー、おいー、やった、嘘嘘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 嘘1終了、え、待って、めっちゃすごいね、7、8、9、10、11、12、13、完全に完敗だ、完全に完敗、この手を真似したくなったね、ねー、この手ね、これね完敗でした、ねー、はい、ということで、はい、勝者は先生でした、太一、さすが、さすがでした、強すぎました、この次の動画でも、はい、関西に行こう行こうと思ってもらえるような、はい、楽しい素敵なスポットを紹介しようと思いますので、はい、ぜひチャンネル登録と高評価お願いします、お願いします、それではプログラボに行こう行こう、またねー。